記憶？それは赤羽レオの研究の中にあったリバイバルゼロ。リバイバルゼロ？ゼロの復活、ゼロに戻る、どういうことだ？残念ながらそれが何を意味するのか私もその全貌を理解してはいない。そのフォルダの中にあったのは二人の人物のファイルだけだった。二人の人物？一つはセレナのファイル、そしてもう一つは、もう一つは、もう一つはユーリという少年。そう、君たちが出会ったという融合次元のユーヤ、君と同じ顔を持つ少年だ。それって4つの次元と4人の同じ顔の少女がアークエリアプロジェクトに関わっているという君らの仮説は正しいだろう。リバイバルゼロ、これもまた赤羽レオの計画の根幹にあると見て間違いない。そこにユーリの存在があるとなれば、ユーヤ、君も無関係ではないだろう。俺がアカデミアの計画に？まさか俺たちが？ただ今までの動きを見れば、ユーリだけが暗躍しているだけだ。私の取り越し苦労ならそれでいい。だが4人の少女が集まることで赤羽レオの計画が完了に向かっているのであれば、今後何かが起きても不思議ではない。君たちランサーズには何があっても仲間の力を信じ戦い抜いてほしい。